はい、どうも、オレンジレンジの山です。どうも、デカです。まあ、僕らもね、まあ、ついに終わるということで、うちらもね、会社に残された部下たち、これどうするかっていう話だよね。でも、結構前から辞める言うとったからな、お焼き払うか。まあ、こう、うちらの部下がね、この会社を通じてね、どんだけ育ったんかっていう話やん。まあ、話したいところですよね。だって我々でも結構長いこと、ね、一緒にいますからね。でも、次の行く自分の身の置き場っていうのは、自分で見つけにゃいかんねん。そういうことや。ね。というわけで、今回やりたいんは、この社会舐めてんじゃねえぞバカ野郎、圧迫してよお前ギューってやったれ。いや、今からね、こう、まあ、一人ずつ将来が不安なね部下たちをね呼び寄せて、もうとにかく圧迫する。なるほど。準備はできてたはずです。準備ができてたはず。その準備をどうしてきたかってところを我々チェックするだけですから、ね、そうですね。だからもう、なんていうか、そのね、おうおうおうって感じで岡田監督出がちやな。おうおう、どういう風にね、まあ、彼らが考えて今後生きていこうかっちゅうも測ったのかな。逆にこういう機会なんて話さんからな。まあ、そういうね、親子がそんな深い話せんからね。たまには息子とキャッチボールしようかみたいな話ですよ。おう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 。じゃあ一人で行こうか。じゃあ行こうか。メイゲットバスボールメイゲットバスボールウィズおうおうどんなエビに飲んだの。そうですね
けかなと思ってますけど。あ、個人の疲れたものに対してあまりなんか所詮作品だなとやっぱ思ってしまう。所詮とか、まあ、もうクリエイターじゃないんだ。クリエイターだったらもっとそれをバレないように夢を見せるがためにちゃんと作ってる感を出さない、そういった風格さだと考えています。おお、つまり作品だと分かってしまう作品は良くない。あ、おっしゃる通りでございます。おお、深いね。どの元素が女だと思ってんの？そうですね、女の元素でしょうか。そうですね、やはり、まあ、セレンとかかなり女なんでしょうね。テレビというのはその一つ下の元素に対してテレが地球、だからその上にあるのは月という意味で、まあ、つけられた名前の元素にございまして、まあ、月自体はかなり、まあ、アイテムだったり、まあ、女神の例え表されるものがありましたので、やはり、まあ、女性的なのなんではないかなと考えております。その横の周祖とかどうだね。周祖はそうですね、結構反応されなくて嬉しいで好きなんですけど、個人的にはちょっと危ないので近くにいただいているのもありますね。プロメチウムとか、プロメチウム、そうですね。まあ、太陽のように赤いんですけれども、プロメチウム、まあ、ちょっと私にはちょっと眩しすぎるかなというところがありますね。まあ、大体でも分かる。大体もやばかったな。ありがとうございます。じゃあ、もう帰る。はい、ありがとうございます。帰れよ、お前。本日は熱水いただきありがとうございました。おー、おー、おー、お前、短所なんだ、お前。はい、短所なんだよ、短所。私の短所ですね、ナチュラルに暴飲暴食をするところでしょうか。暴飲暴食。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼いたします。おー、女は好きか。そうですね、かなり好きでございます。おお。失礼します。一発芸しろ。いい。PR、 はい、それやってみようか。そうだ、なんか、はい、飲酒に2回落ちました。なんでやねん。お前、自己 PR せえよって飲酒に2回落ちるって PR なったのやろ。なったのお前、デメリットしかないよお前、それ。なんやそれお前。なんでインに行きたい？インで何がしたい？インで、まあ今やってる研究は楽しいです。でもこいつ2回落ちたんや。もうできひんねん。最後はいいんちゃう？最後はいいんちゃう？そうなんです。開き直ってる。開き直っとるな。才能ないでええんかい。まあ科学に関してはもうここで。じゃあ何するの？何していくんやお前。何が残るんやお前。科学取ったらお前何が残るんや。科学取ったら、まあ、編集とかですかね。え、学生時代何やってたの？学生時代 YouTube をかじってました。はい、YouTube での遊びやろそんな。いや、ちゃんと仕事として捉えてました。そうなの。はい、仕事食えてんのそれ飯。それで結構ウーバーイーツとかを頼みました。ほう、楽な、楽な仕事それも。いや、楽ではないです。楽しい。だってお前楽しい食やって、お前金もろってやな。あ、はい。それでウーバーイーツ頼んで友達とワイワイしてお前クズやん。クズやん。老中中やん。お前なめたらあかんぞ。人に頭下げて、はい、社会に貢献して、はい、それで初めて、はい、少しのお金がもらえる。そうや、社会に揉まれなあかんの。今回は若いうちにそっからや。お前にお弁当やってください。お願いします。お前はハンザーのお受けのハンザーこれぐらいのことしてこれぐらいしたい。で、1個売れて10円とかにしかない。そう、それぐらいのことしてんのにお前は動画を作ってウーバーイーツを頼む。自慢か。自慢じゃない。自慢じゃない。自慢っていうの書いてある。自慢って書いてある。それはどういう項目で自慢する。自慢大好き。自慢大好き。特技じゃない。編集はやっていきたいと、はい、編集はそうしたい。それなんか編集は何才能あるのって思う。編集の才能は人よりは。なんで分かるんだ人よりはって。お前、あ、誰かに具体的に評価されたのか。あ、それはされてないか分からないけど、はい、一番でも語るな。お前が作ったって作品見せてくれや。あ、作品、はい。積分定数を書き忘れるのは犯罪になりますか。これ全部お前が作ったんだ。あ、これ全部僕が。才能あるな。嘘やろ。あ、確かに僕は積分です書き忘れてない。まあ、ええわ。よくわかりました。はい。なんで陰死に顔をしてる。決まってる分、エンチャスもやりたいことかな。はい。一個定まってる。はい、言われた。言われた。はい。うん。
さよなら。ありがとうございました。あー、でもね、はいはい、女は好き。あー、はい。どんな女好き？やっぱ自立してる人がいいですね。うん、はい、どういう元素は付き合ってないの？まあ、フッ素はちょっと。なんでや？やっぱ反応性高いんで。あー、やっぱもうメンヘラいうこと。あー、そう、ちょっと家中のガラス割りまくったりするかなと思って。電気陰性度高いからな。いや、ちょっと陰のオーラがすごいかな。で、陽やったらええんか、ナトリウムとか。ああ、まあ、反応性高いぞ。元気やったらいいかなと思う。ああ、そっちか。まあ、陰陽やね、お前は。まあ、陰陽やね。今年も書いてあるわ。あの、動物で例えると、陰陽って書いてある。まあ、動くものではあります。動くもので、動物で例えると。ブラウン運動が。でも、ブラウン運動やってくれよ、お前。ブラウン、ブラウン運動。うん。まあ、それできて何度かはねえし。まあまあまあ、ええよ。わかろう。はい。失礼します。お祈りメールまであと3時間。言うてる、言うてる、言うてる。一週がないな。一週がない。何がしたいかわからない。流れに、流れてたんや。流れがあれ。失礼します。何まずお前は何？まずお前誰や？関大工学部電子情報工学科卒業されるでございます。学生時代何してきたんや？ YouTube 活動やってました。何 YouTube って？ YouTube って何？ YouTube というのは Google さんが運営しているプラットフォームなんですけども、動画投稿サイトで。むずむずむず、10文字で語れなあ。動画作ってました。もう動画作ってた。動画作っ、どういう？高校生とかに向けて、まあ、ちょっと教育的な、分かりやすくてエンタメチックな動画を。それ何、それ自己満？何のためにやってるの？エンタメだけど。いや、もう本当に喜ばせようと思って。ああ、高校生、中学生。誰を？どこで？視聴者が各々の家庭で僕たちの動画を見て喜んでくれたらいいな、その一心でやってまいりました。で、それ喜んでくれてるの？それ喜んでくれてます。勘違いだ、そんな。もう何しに来たんやろ、この会社に。え、弊社に。うん、弊社ですか。この会社に。でも面接に来たんやろ、お前。はい、ぜひとも。弊社じゃん、御社やな、お前。なお前、弊社ってお前自分やぞ。サミアルホールディングスか、シャンペーン。これ AV 作る会社だよ。はい。ちなみにどんな AV ですね。まあ、女性がやはり楽しそうなのはいいかなと思います。で、お前の強みはない？やる気だと思います。やっぱりそんなことみんな言ってくれるんやけども、なぜ君がやる気はなかったの？もうちょっと言ってくれへんの？わからないな。まあ、これまでたくさんの AV を見てきましたし、そして中学生の時に、あ、こういうの見れたらいいなって思っていた、そういう思いが他の誰よりも蓄積されていると思います。中学生の段階でもうかなり目覚めてもうてたよな。はい、かなり精通しましたね。精通してた。もう2つの意味でってことは、2つの意味でってことだな。ほら、 YouTuber としてはどういうポジショニングなの、君は？まあ、割とチームを引っ張っていくような形でいろんな企画提案したり、まあ、出演、編集、全てに関してやってきました。で、今後も、ね、我々卒業生もそれをやっていくということかな。そうですね、AV の企画、考案、構成、編集、まして、まあ、全てにおいて携われたらなと。君、短所なんだ、短所。短所は、まあ、物事をはっきり言い過ぎてしまうところですかね。あー、まあ、アメリカにとったらじゃないんじゃん。君だって馴染みにくいやろ。そうですね。でも、このままでは日本が衰退するからですね。僕のような存在が国際競争で勝つには必要なんじゃないかと。やっぱ日本に対する愛。日本なるんだよ、おい。俺らの時代はな、ガーイってのはこうバーって、ね、バーイって高度経済成長で、バーイってバブルで、そういうのやめんねや。はい、でもそれは崩壊しましたよね。一旦ね。お前そういうところやぞ、お前。はっきり物事言うて、お前。今ちょっとお前、悲しかったぜ、お前は。俺は。君にとって仲間ってなんだよ。共に喜びを分かち合う存在ですかね。お前でもお前でもすぐはっきり言うてるぜな、お前。はい。みんなお前ついてくるんか、それで。ついて来させようと思ってます。来年以降もだから彼が引っ張っていくってことですよ。おお。まあ、いろいろ期待で聞きましたけども、最後に何か僕らに質問とかありますか？御社で、最近作られた作品名を教えてください。風の谷であれした。マックは一回で言うとるやろ。一回で言うとるやろ。何しとんのお前、ほんま。失礼します。キムユージョンと申します。どっから来たんや。何それ。
国籍は？国籍は日本です。Wi-Fi って何の略よ。こちらが Y って聞こえてる、ここが Fi って聞こえただけで来て、こう電波速くなる。何言うてんのかよ。標準って何ですか？ 22.4 リットルというのが、あの標準。標準内。短所は？短所はですね、あのほうれん草ができない。ほうれん草、ほうれん草ができないと。何がおもろい？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 うわ、野菜のほうれん草じゃなくて俺ほうれん草のこと言ってるみたいな。あれ、そうですね、ヘチマかどうかちょっと考えてヘチマか。あ、行かれておるよ、ここ行かれておるよ、行かれ志願者ですよ、本当に。ちょっと、いいとこって何なの？そうやね、いいところ気に使えるんですよ、君は。いつでも暇というところがありまして、おお。いつ召集があっても、すぐに駆けつけてきます。じゃあ今、北海道の宗谷岬にいますと。おお。今から大阪から来いと。はい、来るんか。来るんか。足がないので、あの、2日ほど待っていただく。ちなみに、じゃあ今後は何するんやつ？どうする？花王電話でなんか解散するらしいぞ。いや、困りましたね。お前、将来の夢だな。将来の夢は、あの僕が知るときに奥さんみたいになった人に、あなたと結婚してよかったわって言ってもらうことが将来の夢です。おー、もう究極の夢みたいな感じ。まあ、でそのためになんか努力してることあるのかよ。もう、あ、特にないです。なんでやん。なんでいい女性が見つからないというか。いい女性見つかる。お前がいいよ。お前とっていい女性って何なの？顔が可愛い女性とかじゃないでしょ。お前も浅いなぁ。やっぱ顔と性格っていう2つの要素があるわけじゃないですか。はい、ちょっと顔と性格がいいやつが一番上に来るじゃないですかね。その下に多分性格がいいやつが来ると思うんですよ。その下に顔がいいやつが来ますよね。その下にどっちも良くないやつが来ますね。うん、僕らが一番下にいるんですけども、やっぱりそういうことじゃなくてワンランクの女性を目指すというこの形を。顔のいいって、例えばお前の主観でどういう人のことなんや。まああの石原さとみさんとかじゃないですか。ちょベタなとこ行くやん、お前。そのレベルの女性がいたとして、アプローチするときに性格がやっぱりちょっとあの見計らっていかないといけない。悪くないといけへんねん。もう悪くないことを言うから、そのやっぱいい人を僕レベルにまでこう引きずり落としてしまうのはちょっと申し訳ないなという気持ちがありますね。お前が栄養男なんかやんじゃん。いや、僕は栄養とかではないので、そこはまあ。それは努力して上にワンランク上げるぐらいのことはできるやろか。レベル、自分のレベルをしてよ。だから、そういうの倒せよ。はい。じゃあ、ちょっと、テンション上げてみて。テンション上げて。テンション上げてみてるのか。テンション上げる。溜めて、4段階溜めた後のお前がみたいな。あ、何スーパーハイテンション。スーパーハイテンションのお前がみたいな。ちょっと感謝していただきます。今ならたまるクエストでも捨てていきます。もうあのね、虚無号だっけ。おー、そっちも知ってるから。